ということで東北カスタムカーショー2024 in 仙台初日ですねいよいよスタートですねはいということで昨日できなかったブースの紹介ですねはいこちらを行っていきたいと思うんで、はい、じゃあ車の紹介から順番に行きましょうかああ ブース完璧なんですねもうもう完璧ですねこういう感じでもう全員から行くとこういう感じですねもう今日はぼかしなしでいけるでしょ、はい、バチッといって看板があってそうですね上りがあってでこちら正面玄関なのでこっちですねはい、はい、入っていただいたらこの右手にまず持ってアルファードが来るじゃないですか、はい、そしてこちらに白のベルファイアということで、はい、40を2台。 展示してますからねこれ今回目玉すすかそうねこの2台目玉になると思うんですけどポイントとしてはこっちからいきましょうかボンネットがクールのレーシングボンネット変わったりねそれからボンネットスポイラーロングノーズタイプでこういうホグカバーとかディフューザーがついてフロントフェイスは完成という感じですね。で横に回っていただいてですねサイドディフューザーがついてるじゃないですか。押して いいいいすすかかあとリアのディフューザーですね。でこれはフィンのない最もシンプルなタイプそしてこれがリアのウイングですねでこれから4本出しマフラー資ルを作っていくそういう感じになるんですよね。これアルファードですね。そしてベルファイいきましょうか後ろからいきましょうか後ろからいきましょうかもう違いはこちらは4枚フィンです。本当ですねこうなってて そうですねはいこれ見比べていただけるようになってますアルファードの方にもこの4枚フィン仕様はもちろんいけますしベルファイアでフィンなし仕様っていうのも選べるって感じですねなるほどでここはもう塗り分けでツートーンカラーに仕上げてますとでウィングこれは一緒ですね一緒なんですよ共通なんですよでこちらは塗り分け仕様してますはいここですねでこちらは一色のまあボディとの一体感を出す方それから エアロのディテールをしっかり出すための塗り分けみたいな感じで違いも比べてもらえるかなという感じですねそれからね今回初お披露目がこのサイドアンダーディフューザーですねこれこれこっちと比べていただくとこっちはフィンがないんですよでこっちフィンありなんですねあこれですねはいなぜかっていうとドアにくっついてくるんですよああなるほどこういう感じであ これ、ドアに、こっちはドアにくっつかないですね。そうなんですよ。こっちも開けていいですか?。はい。いきますよ。あ、なるほど。こういう感じなんですね。そうすると、フィンはつけれないってことですもんね。そうですね。ですね。こちらは乗り降りの際に踏まないようにと。はい、で、こちらは普通に入れると。あ、なるほど。いう感じになってるんですね。じゃあ、絶対こっちの方がいいじゃないですか。え、こっちのほですか?。<laughs> はい。いや、ただ、はい、そのビジュアル的に、はい、ここにやっぱりカットラインが入るので。 あ切れ目ですね。切れ目ですね。で、まあ、こちらの一本もで非常に美しさが出るという感じは正直あるんですよね。あ、そういうことですね。そして、今回のポイントは。実は二分割なんですよ。サイドが。はい。ここだけ切れ目なんですよ。はい。わかります。え、どういうことですか。普通は。普通は。ここも割るんですよ。あ、ドアがそこで開くから。はい。そうなんですよ。三分割。三分割もしくは四分割なんですね。はい。はい。それが今回は。 前と後ろだけの二分割にしたんですねはいはい、はい、じゃあどうやって開くかっていうとこっちからちょっと見といていただけるといきますよはい結構面白いですよほらあ、ここですねそうあ、内側に入ってくんすね入ってくるんですよいくらでも <laughs> ええー。で、いきますよはい出てくるんですよほらほ <laughs> らどうっすかこれ、ね、なるほどこれ これ当たんないですね、どこにも当たんないですよこれも。これもビジュアル重視でここにスリットライン入れるとこれドアを開ける時にかなりこう斜めの鋭角カットが入るんでここの空間が本来でかいんですね。あなるほどはいこっちが残るじゃないですかでこっちがこう巻き込んでいくんでこういう斜めのカットがいるんですよ、はい、それがいらずにまあちょっとこう取り付けた時のビジュアルがきれいな感じに増してるというのが 今回の特徴でですすねかこれちなみにこっちの方はそうですねこっちはこういうふうに動きますのでそういうことですねはい常に残っているという感じですねまあこれは実用性と好みの問題ということですねそうですねあと例えばドアを開けこう駐車した時に横にこう輪止めっていうかちょっと立ちの高いような縁石と,とかがあった場合はこれドアにくっついてくるんでこの分低くなりますからああ当たりやすいっことですね当たりやすいんですよねでこちらは ドアはもう何もついてないんでこの下の距離は稼げるなるほどそういうのがあるんでまあこれはあの皆様のこう乗っていただいてる実用性を考えて選んでいただければいいのかなとお値段はちょっとこっちの方が高くなりますえーと分割の方がそうですね、うん、はい、はい、そして今回、はい、やっぱこのフロントフェイスですね、はい、このレーシングボンネットここ盛り上げて、うん、でこれ実はかなりロングノーズなんで、はい、ワイパーカウルの方までかぶってきてるんですねはいはいあ ああ、後ろに伸ばしてるんですね。後ろにかなり伸びてるんですよ。あ、なるほど、はい。これワイパーをこう逃がす。ギリギリのサイズ感になってるんですけど、うん、だからここの距離が長くなるんで、はい、結構こう。ボンネットが長く見えてスポーティーに見えるんですよ。はい、そういう効果もあり、そして裏見てもらえると、はい、ここかなりかさ上げしてます。あ、本当ですね。はい、はいで真ん中も上げてます。あ、本当ですね。はい、は,はい、上にね。この厚みの分上がってますん。ではい、そういうことでこう。斜め感が。 シャキッとこう出るよううにこうなってると <laughs> なるほど、はい、これもポイントですよね、はい、でそこに斜めかんできてギュッとさらに伸びて下に、はい、あガブッとかぶせて、はい、そしてここはマークレスのグリルこっからこうつながってくるようななるほど、はい、まあこういうちょっとあのフェイスに変わりますと、はい、いうのがビルファイね、はい、これが今回の初お披露目 商品となってますあっす、ね、じゃあ次ここちですねこれブラーバゾーンでこれ今非常に人気で、うん、ちょっと今までのクールと違うちょっとこうアースカラー系のカジュアルシリーズみたいなこんなに色のラインナップもあるんで純正ボディカラーでブラーバ化していただくとこういうイメージになりますよと。はい 今サブスク界っていうリースプランやってるんですけど月額2万円から乗ってもらいますからこの車にこの車に新車でねぜひ興味のある方はクールの各店舗までお問い合わせくださいという感じですねこれは両方とも純正カラーなんですかそうなんですよえここ純正カラーですブラウンですねほんでこっちがベージュっていう形で2等なんですけどそれに合わせてエアロ塗ってますなるほど この辺、この辺、それからこのパネル、このサイドステップ、こういったものが貼り付けで装着されてるんで、それでかなりイメージ感変わるかなっていう感じですよね。で、この辺も独特じゃないですか。はいボンネットがここまで伸びてるんですけど、ちょっとここの上の段で終わってるような感じで塗り分けして、で、このブラーバのグリルに合わせてみたいな、そういう感じですね。で、ででこっちが赤赤 まあ後ろ回っていただくと、まあ、こういう、あのー、ガーニッシュを貼り付けて、はい、でバンパーの下にこうつけて、うん、ちょっとこう立体感を出して、うん、ちょっと四駆っぽい感じのね、はい、アウトドアっぽい感じのイメージ作ってます、うん、いうのがこのイオですねまだありますからいきましょうか、はい、じゃあ次こちらが n ボックスですね、はいはい、これはねフロントサイドリアのアンダーにクールの。 ハーフタイプのエアロがこうついてるんですねはいえサイドねほん、はい、でフロントという感じになってますね、はい、でエアホースさんのエアサスでローダウン、はい、でホイールはベルズの DDR0116 インチ入れてます、はい、結構リムが稼げるホイールなんですよね、うん、あれこれもサブスクけですか これ、あのー、エアロ付きで月々2万円からいきますんでんドノーマルだと1万4千円なんですけどクールなお客様だとこのエアロプランとか、ねはい、パッサンプランの方が好まれると思うんですけどこちらも2万円からいけるという感じでやってますんで,、はい、でこの6台目が、はい、GTRR35GTR2024、はい、年仕様のワイドボディ、はいこちらが大阪オートメッセ2024で総合グランプリ。 獲得してますんでまた後日表彰式あるということでかかかももららええるるんでですすすと思いま記念品がなるほどなのでまたその辺はねご紹介していきたいんですけど1一を取った車なんでなるほど持ってきたんですけどっていうこういう感じですねもうフロントバンパーが2024年の GTR ルック仕様みたいな感じでオマージュさせてでもかなりデザインをいろいろ変更してですねはい ちょっとこうかっこよくスタイリッシュにみたいなのを狙ってるバンパーですねで、はい、ボンネットでしょはいはいでフェンダーワイドはいこれ片側3 0ミリのワイドですねうんただその下にいっぱいいろんなものをこうつけてるんではいこっからさらに6センチ7センチワイドで片側1 0ンチぐらいのワイドボディ仕様フェンダーより外に出てるんですね出てます出てます出てます、ね、出てます大きく <laughs> はい、そんなことあるんですねあるんですよあるんですよはいまあおかげで総合グランプリですかねなるほど幅がでかかったんで, <laughs> でまあサイドこう着てですねでこのフェンダーも貼り付けの 30mm のワイドフェンダーですねはい、はい、で後ろ行きましょうかはいでこのウイングも市販モデルとなってます,すはい ちょっとこう変わった形のね、はいはい、かなり立体感の強いウイングになってるんですけどでリアバンパーはセンターの4本出しマフラーと、はい、もう独特の形になってますよという感じですねで今のところ、うんえー、フロントバンパーと、はい、それからこの3 0ミリのワイドフェンダーですね、はい、この辺りはもう市販が決定しまして、はい、であとはちょっと市販に向けてデザイン変更していきながらうん、うん 完成形をまたリリースさせていただきたいと思ってるんで楽しみにしておいてくださいという感じですね。ということで車はこんな感じですかねはいそしてちょっとこっち行きましょうかおイる。ルはい裏からちょっと裏が見えてんのがねちょっとねでちなみにそこ通路じゃないですよねそこ通っちゃダメですよねダメですかこれダメじゃないですかさすがに取れますけどね狭すぎてはいほんでこうちょっとグッズをあへえこう並べさせていただいたりですねおすすめ アパレルあるんですかこれすめはちょっともう暑くなってくるけどこのタイヤ痕のついたクールのロゴマークの上にタイヤ痕がついたねはい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 ですよこれいはてるわけじゃないですね多分タイヤ…はいちゃっいわけじゃないは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 うはい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 けいは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 いすいいはいいい T シャツももちろんありますよ。ありますあります。ですね。はいもちろんあります。こういう感じねちょっと可愛い系もあるんででまあこっちはホイールをこう並べてるんですけどこういうあの 01R っていうバキッと折れた骨折系のホイールねあれこれ20インチあるんですね今これ40のアルベル用それから R35GTR 用はい そして19インチ、20インチ、18インチとワイドボディで履いてもらう用途すごいラインナップいろいろ増やしてるんで単造ですからね、単造なので軽いですか、一生懸軽いんで、まあこういう感じ、あとはこの黒関係を置いてたり、これが N ボックスに履いてるオイルですね、警戒用もあるということですね、そしてここが商談ルーム、たくさん用意させていただいて、イベント特典盛りだくさんみたいな。 こんな感じね。ほ、ね、んでこれグッズですね。グッズグッズもろもろなんか新作とかあるんですかね。まあやっぱこれからのはもう梅雨に入ってくるからこう笠いるじゃないですか。はいはいはい、はい、ロング80センチロング傘4000円？80センチもあるんですか。これでかいですよ。これめっちゃでかいですよ。これでしょ？ほらおでかいですね。これ,いこれはい、えー、でグリップもちょっとこう、はい

新しく用意させていただきましたってことで、うんうん、まあグッズもたくさんありますから、はい、ぜひ遊びに寄っていただけるとって感じですね。以上ですかね。そうですね。今回のブースはこんな感じですかね。はい。今回の東北カスタムカーショーはこういう特典盛りだくさんで大商談会やってますんでね。これあの期間中クール全店で同じ特典受けれますから。あ、そうですか。はい。ぜひ近くのクール店舗までお越しくださいって感じですね。ということで、えー、東北カスタムカーショー2024 in 仙台ですね。 夢メッセ宮城で開催されております27日28日の土日2日間ですねやっておりますんでぜひとも会場まで遊びに来ていただけると嬉しいですということで本日は東北カスタマカーショーン仙台のクールブラーバブースのご紹介でしたありがとうございました